日英水電株式会社は明治末期から大正にかけて存在した日本の電力会社である。静岡県西部地域への電気供給を担った。中央財界人によって1906年から構想された日英水力電気を起源とする。イギリスからの外資導入、大井川の大規模水力開発、東京への電力供給の3点からなる。 計画であったが、日本側発起人だけで設立された日英水田では、大井川に発電所を建設して、静岡県内限定で事業を行うにとどまった。1920年に早川電力に合併された。日英水力電気の権利も同社へ引き継がれており、大井川の大規模開発や東京への電力供給は、同社の更新東京電力によって実現することとなる。 日英水電株式会社の設立は1911年のことであるが、設立の下地となった日英水力電気株式会社の設立計画は、その5年前、1906年に動き始めた。前年の第2次日英同盟締結による日本とイギリスの関係強化を背景に、イギリス側の資本も加えて、当時勃興しつつあった大規模水力発電事業を試みようという、 構想である。発起人には、園田幸吉、渋沢栄一、大倉喜八郎、浅吹英二や中央財界人や添江島道正ら、家族が名を連ねる。発電所の建設地は、静岡県中部を流れる大井川が選ばれ、ダム建設や東京までの長距離送電などが、企画されて、推理権や、事業許可の取得といった準備が進められたものの、 様々な問題が発生し1910年に日英合弁事業が断念された。会社設立が頓挫した日英水力電気発起人は事業計画の一部を割いて別会社を立ち上げ取得済みの権利を長期保全する道を選んだ。こうして1911年2月東京に設立された会社が日英水田である。日英合弁断念を受けて立ち上げられており、 日英と称するもののイギリス側資本は含まれていない。社長は後に白爵を就職する河山愛介が務める。会社発足後は大井川での発電所建設を進めるとともに、静岡県西部の浜松市にて営業する地元資本の浜松電灯を統合するなど、事業基盤の整備を進める。翌1912年には大井川の小山発電所を完成させ、 本格的な開業に至った。日英水田は1910年代を通じて徐々に事業を拡大、最終的に浜松市とその周辺や島田、金谷などの町を供給区域としたほか、周辺にある複数の電気事業者に対する電力供給も行った。電源開発では水力発電の適地を求め、愛知県中部の矢作川まで進出。大井川、 八は川の水力発電所の他火力発電所も運転し供給に当たったが第一次世界大戦中には需要増加から供給力不足に悩まされた。戦後の1919 19年山梨県を流れる藤川水系早川において電源開発を展開しつつあった早川電力という新興電力会社との 合併交渉がまとまり、翌1920年3月に合併が成立して、日英水田は解散した。日英水力電気発起人が維持していた権利も、翌年早川電力へと移され、同社の更新東京電力の東京進出に生かされることになる。日英水田が経営した静岡県西部の供給区域は、全域が第二次世界大戦後の電気事業再編成で、 発足した中部電力の管内にあたる。また日英水田が運転した発電所は1930年代までに多くが廃止されたが、矢作川の2カ所は同社に引き継がれ運転中である。1887年11月、東京電灯が東京において火力発電所から架空配電線を伸ばして需要化に電気を供給するという電気供給事業を 日本で初めて開業した。東京電灯の発電方式は、開業時から長く火力発電のみであったが、需要増加と日露戦争勃発に伴う燃料石炭価格高騰を背景に、水力発電への電源転換を試み、1904年10月、山梨県東部、桂川での水力発電所建設を決定する。準備中の1906年3月、 アメリカでの技術調査を踏まえ、新設する駒橋発電所の出力を 15000kW とし、東京まで7 0トル余りの送電を5 5ルトの高圧で行うと計画を修正。そして翌1907年12月より、駒橋発電所の運転を開始した。日英水力電気発起人総会委員長、園田幸吉東京電灯駒橋発電所の建設を、 景気として大容量水力開発と高圧、長距離送電を組み合わせた新しい電気事業が全国的に広がり、それに伴って関西における宇治川電機など新興電力会社の設立も相次いだ。こうした大規模水力開発時代の中、日本とイギリスの共同出資による大規模開発計画として立案されたものが、 日英水力電気株式会社の構想であった。設立計画の始まりは日露戦争終戦翌年の1906年2月に遡る。日本の経済力開発に資する企業を共同で起業することで前年締結されていた第二次日英同盟による日英両国の関係強化を経済面にも波及させる意図があったという。会社設立への 第一歩として1906年に、園田幸吉を代表に創立事務所が開設される。事務所ではまず東京から150マイルの範囲にある河川、故障にて開発的地の調査を行った。その対象は、利根川、キヌ川、桂川、富士五湖、大井川、天竜川などで資金面で多くを担う予定であった、イギリス側のホワイト商会を中心とする。 シンジケートからも技師が派遣された。調査の結果、大井川源流部の沢原島から県境をまたいで、山梨県の保まで約1 0トルのトンネルを開削し導水すると9 0 0ルの落差を得られるという発電的地が見つかり、この地点の発電計画を沢原島保存計画と名付けた。その保川村出身の海野幸三郎が出願した。 大井川切磋橋での開発計画も取り入れられ、補助計画として、牛の軽計画も追加された。さあら、島保存計画については、難航人が予想され開発が見送られた。したがって、残り2つの計画について、水利権取得に動き、1906年12月28日付で、井川梅地計画については、大井川水力電気事業株式会社名義で、 牛の営計画については、静岡水力電気事業株式会社の名義で、それぞれ静岡県知事より水利権許可を取得した。1908年にはアメリカ人技師が来日し、5月には節速橋に高さ90メートルのダムを建設するという開発の具体案もまとめられた。水利権取得後の1908年6月27日、 創立事務所で、日英水力電機第1回発起人総会、開催が開かれ、15人の創立委員が選出された。委員の顔ぶれは、園田孝吉、渋沢栄一、大倉喜八郎、麻吹英二、大田黒十五郎、久野昌一、田中常則、添島道正、森五郎、河山愛介、大谷加平、中村縁一郎の12人と、イギリス側の3人で、 ソノダが委員長となった。事業会社である、日英水力電機とは、別個に、イギリスの商州館に倣いその親会社、日英共同株式会社を設立する計画も、並行して具体化され、日英水力電機の総会開催と同じ日にこちらも、第1回発起人総会が開かれた。創立委員は9名で、日英水力電機側の創立委員でもある、ソノダ、ソエジマ、カバヤマ、 イギリス人、魏志一名と、増田太郎、岸慶次二郎、木下七郎、白杉聖愛、小林八右衛門が選出された。発起人総会に続き、日英水力電気発起人は1908年7月10日付で、電気事業経営許可を得た。低新省の資料によると、その許可内容は、静岡県志田群東川根、村尾浅梅地にて大井川による、 最大出力2万7000キロワットの水力発電所を建設し、東京府の内東京市、江原郡品川町、道目黒村、豊玉郡内富士新宿町、道淀橋町、道中野町の6市町村を電力供給区域とするというものであった。また具体的な供給先として、会社未成立にもかかわらず、東京鉄道に対する電力供給も契約した。 会社設立にあたり、資本金は、親会社日英共同株式会社が100万円、事業会社日英水力電機が1250万円と設定された。また、日英の出資比率は両社とも1対1とされた。第1回発起人総会では2ヶ月後の1908年8月20日までに、第1回払い込み金を徴収すると決定されたが、当時の日本は、 日露戦争後の戦後強行が発生しており、期限までに12万5000株の発行予定に対し7万株、あまりの応募しか集まらず、第1回払い込みは延期となった。またイギリス側では、会社設立当期以前に4分の1以上の株式払い込みを要するという日本の商法についての理解がなく、資金の用意が足らずこちらも払い込みができなかった。株式募集の失敗に加え、 大型ダム建設に対する古市君武,武、中山秀三郎ら土木工学の専門家からの反対意見もあり、翌1909年2月に日本側発起人は一旦事業中止を決定した。この決定に対し、イギリス側は事業の継続を望み、株式のおよそ5分の4をイギリス側で発行すること、ダムの規模を縮小することの2点からなる修正案を 日本側に掲示する。そのため、同年3月1日の第2回の発起人総会では、事業の継続の確認と、イギリス中心の株式募集が決定された。ところが、この構想も、株式の発行銀行となる見込みであった、日本工業銀行とロンドン所在の3銀行の意見が一致せず頓挫してしまう。日英水力電機の企業が停滞する一方、 東京への供給を目標とする大規模、水力開発計画がそれ以外にも進行しつつあった。絹川での水力発電を目指す絹川水力電気、桂川開発を目指す桂川電力、東川での発電所建設を目指す稲わし水力、電気である。三社のうち絹川水力電気については、1909年9月、県営電気供給事業を始めていた。 東京鉄道との間に供給契約を締結した。契約後2万馬力という大規模なもので、先に日英水力電機発起人が東京鉄道と締結していた同種の供給契約は実質的に失効した。会社設立への模索が続く日英水力電機では新たにロンドンのスパーリング商会を中心とする新新寺系統を追加した。 イギリス側主導の大規模や会社設立案の交渉が進められていたが、ここで競合会社の脅威が大きいこと、伝統供給権がなく販路が限られる点などが問題となる。日本側発起人では、イギリス側の指摘する問題点を減らすべく努力し、競合会社であったキヌガ水力電機との合同を目指すものの、交渉の末キヌガ水力電機は合同を拒絶した。 それを受けて日本側発起人は、イギリス側との交渉が妥結に至る、可能性が消滅したと、判断、1910年7月28日の、創立委員会にて、日英合弁事業を断念する方針を決定した。日英水電社長、河山愛介1910年7月の日英水力電気創立委員会では、静岡県灰原部城川根村大技、 奥泉の水利圏を日英水田へと譲渡し、その日英水田はこれをもとに水力発電所を建設し、発生電力を県内で販売するという新方針が定められた。これには獲得した水利圏の一部をもって小規模でも企業を実現することで日英水力電気発起人が持つその他の水利圏を長期保全する狙いがあった。 小規模化した新会社日英水田について、日本側発起人は、イギリス側との共同出資の可能性も残したが、イギリス側は1910年9月、出資時代と共有となっていた水利権の放棄を日本側に通知し、11月には、新時計とも解散して、共同出資の可能性は、完全に消滅した。日英水力電気創立委員のうち園田、そのだ、あっさぶき。 大田黒、久野、田中、添島、毛利、河山、大谷、中村の10名が、発起人となり、1911年2月20日、日英水田株式会社が設立された。設立時の資本金は120万円。本社は、東京市麹島地区に設置。社長に、河山愛介がつき、東京の園田高吉、久野正一、 大田黒十五郎と静岡県の中村猿一郎が、取締役、東京の毛利五郎と静岡県の木下七郎、ヤマハトラクスノキが、監査役に名を連ねた。七年後の1918年5月末時点では、あるが、主たる株主は、持ち株数順に、公尺、浅野長則、川山愛介、公尺、徳川頼道、赤星哲は、毛利元道、久野昭一がいる。 日芸水田が参入を図った静岡県中部、西部では、静岡市で、静岡伝統、志田郡島田町で、島田伝統、浜松市で、浜松伝統、岩田郡二俣町で、天竜電力がそれぞれ営業していた。電源は、静岡伝統、島田伝統、浜松伝統の3社が小規模火力発電であるのに、対し、天竜電力だけが、水力発電を採用していたが、 小規模であった。水力発電をもとに、静岡県内での供給を目指す、日英水田では、静岡伝統は市営化問題があり、介入を避けるべきだが、島田伝統、浜松伝統などは、事業買収に応じる、可能性があるとの事前調査を踏まえ、発電所建設とともに既存電気事業を買収するという方針を定めた。日英水田が、 日英水力電気から計画を引き継いだ蒸気、牛の軽地点は、須マ川合流点のやや上流側にある大井川が、大きく湾曲する部分の俗称で、湾曲を利用すると、約50メートルのトンネルを開作するだけで25メートルほどの落差が得られるという水力発電の適地である。発電所名を小山発電所といい、その出力は1400キロワットとされた。 着工は1911年2月上旬。そして1年後の1912年6月1日より、小山発電所は送電を開始した。完成を受けて、日英水田は15日金谷駅前の長光寺に200名余りを集めて、春光宿合式を挙行している。浜松伝統取締役、ヤマハトラクスの木日英水田では、 小山発電所建設中にあたる1911年7月に浜松電灯より同年12月に島田電灯よりそれぞれ事業を譲り受けた。さらに小山発電所完成の2年後、1914年3月には木が電気からも事業を譲り受けている。3社はいずれも静岡県西部に供給区域を有する電気事業者であった。各社の概要は以下の通り。 日英水田では、1912年6月の小山発電所完成に合わせて、送電設備として、浜松、島田、金谷、川崎の4変電所を新設、発電所との間を、送電電圧3 5ルトの送電線で結んで、送電を始めた。木が電気買収後の1914年5月時点での、日英水田は、浜松市、浜名郡を中心に、稲佐郡、 岩田郡、小笠郡、灰原郡、志田郡の各一部にまたがる供給区域を持ち、加えて、岩田郡二股町の天竜電力、周知郡森町の周知電灯、小笠郡掛川町の松坂水力電気等々密資者、灰原郡川崎町の東園電気に対しても、電力を供給した。特に受電4社の内天竜電力以外の3社は、 自社発電所を持たず日英水田からの受電に電源を依存する。大井川に完成した小山発電所は完成当初から水害に悩まされた。最初の被災は完成3ヶ月後の1912年9月22日のことで洪水により発電機が程度に埋没するという被害を受ける。発電不能となったため火力発電所を再起させ供給に当たるが、 全需要家の半分以下の給電しかできず需要家からの苦情が相次いだ。10月中旬に復旧するものの12月19日、再度の洪水で仮設の取水石が流出したため広範囲にわたって再度停電が生じた。度重なる洪水被害のため日英水電では旧浜松伝統時代から準備が進められていたガス力発電所の建設を急ぎ、 1913年3月、浜松郊外の浜名郡引く村の口に出力2 0 0ットのガス力発電所を完成させた。引き続き本格的な火力発電所建設に取り組み、1913年9月にはガス力発電所構内に出力1 0 0 0ットの発電所も完成させている。以後供給は安定するようになり、気が電気の統合など、 事業拡大も可能となった。浜松近郊では水力地点の確保ができなかったため、日英水田による、小山発電所以降の水力開発は西に離れた、愛知県中部を流れる矢作川水系にて展開された。日英水田はまず1913年5月、東鴨郡森岡村に位置する、名古屋伝統ともえ川発電所の全出力 750kW を、 満二年間購入するという受電契約を締結する。直ちに受電工事に取り掛かり、年末までに、ともえ川発電所への昇圧用変圧器や浜松等を結ぶ送電線を完成させて、翌1914年1月より受電を開始した。ついで同年4月には180万円の増資を決議し、5月に、名古屋伝統ともえ川発電所の上流側における。 自社発電所建設を決定する。この自社の友江川発電所は出力1 5 0 0ットで1916年2月に完成している。友江川発電所完成を受けて日英水田では不要となった小規模発電所を廃止し自社発電所を水力2カ所、火力1カ所の体制に整理した。また1916年10月には 余剰電力を活用した単価カルシウム製造にも乗り出す。カーバイド製造は第一次世界大戦下では利益率が高く会社経営に貢献する兼業であった。ところがその後大戦景気の影響を受けた織物工業や製材業の拡強、さらには石炭、石油価格高騰に伴う電化促進によって電力需要が増加したことから 日英水電は1918年に入ると供給余力を喪失して新規需要に応じられない状況に陥った。そのため浜松地方は静岡県下で最悪の電力基金が生じ、電動力の使用権が1馬力600円前後で転売されたという。1919年6月末時点での供給成績は電灯88,798頭。 販売電力昼3 8 9 2ット、夜2 8 0 4ットであった。1920年1月、友江川下流に出力1 1 1 9ットの白瀬発電所が運転を開始した。3番目の水力発電所となる白瀬発電所の完成により、日英水田の電力不足はようやく緩和された。早川電力所大社長。 久保田史郎1918年6月、山梨県南部を流れる藤川支流早川を開発する目的で、早川電力株式会社という電力会社が設立された。同社は、設立需要手製紙会社富士製紙の、合計会社であったが、間もなくその参加を離れる。そして独立した電力会社としての地方を固めるべく、まず、日英水田の合併に踏み切った。 1919年10月18日、早川電力は、臨時株主総会にて、日英水田の合併を決議した。合併比率は1対1の対等合併で、日英水田の株主には持ち株一株につき、早川電力の株式一株が交付されるとともに、別途現金40円も交付される。加えて30万円の解散手当も支払われる、ことから、 払い込み資本金300万円の日英水田を570万円に評価して事業を継承するという形である。この合併は豊富な水利権を持つが確実な供給先を持たない早川電力と今後も需要増加が見込まれる有利な供給区域を持ちながらも知らせ発電所を最後に開発計画が途切れる日英水田の超短双方ものである。加えて 早川電力には実際に事業を持つことで建設利息配当の長期化を回避できるという利益もあった。早川電力の動きの一方、浜松市当局でも日英水電が経営する市内の電統電力供給事業を80万円で買収するという動きを見せた。1919 19年10月16日に浜松市会にて電気事業支援の議決がなされるが、 市の定時価格が低いため交渉は進展せず、結局、関谷定三郎静岡県知事の調停で市営化は断念された。そして12月16日の司会で、市営決議が取り消されるとともに、早川電力と日英水田の合併が承認された。合併は、翌1920年2月4日付で、定心省からの合併認可が下り、 同年3月15日早川電力側にて合併報告総会が開かれて合併手続きが完了。同日をもって日英水電は解散した。翌1921年7月、早川電力は日英水力電気発起人が保持していた大井川の水利圏並びに東京市とその周辺への供給権を譲り受けた。早川電力の日英水電合併は 両者の利害が一致した結果であるとともに、この日英水力電気からの事業権譲り受けに関する前提条件であったとも見られている。日英水電を吸収した早川電力では、1922年4月に周辺事業者3社を合併して、静岡県西部での供給区域を拡大。さらに、翌1923年7月には早川に、 クレツボ発電所を完成させ、同発電所から浜松方面への送電を開始する。日英水力電機から引き継いだ東京での電力供給権を行使すべく1924年7月に東京送電線を完成させたが、その過程で資金不足から中京地方と北部九州を地盤とする大手電力東方電力の傘下に入った。 そして翌1925年3月、早川電力は同じく東方電力傘下にあった、群馬電力と合併、東京電力となった。田代川第一発電所と早川第三発電所。この東京電力の手で、1927年8月に田代川第一発電所が、同年11月に田代川第二発電所がそれぞれ建設された。 大井川源流部の田代ダムより取水し、静岡、山梨県境の分水嶺を貫き早川側に落として発電するという発電所であり、かつて日英水力電気が構想した、沢原、島保存計画が形を変えて実現したものである。東京電力ではこれらの電源を背景に、既存事業者の東京電灯へ競争を仕掛け、電力線と呼ばれる激しい需要化争奪線を、 展開するも、1928年4月に、東京電灯へと合併された。日英水力電機が立案した3カ所の開発計画のうち、牛の計計画と、沢原、島保存計画は、戦前のうちに実現したが、摂速橋での伊川梅地計画のみ長く実現せず、水利圏が東京電力から東京電灯ついで日本発送電へと渡っていった。 開発の実行は太平洋戦争後のことで日本発送電から水利圏を引き継いだ中部電力により伊川発電所、奥泉発電所として完成を見た日英水田最初の水力発電所は小山発電所である所在地は静岡県灰原部城川根村大和奥泉日英水田により1911年2月上旬に着工され 1912年6月1日より送電を開始した。小山発電所は、大井川の内大井川ダムの下流、須又川合流点の上流に位置する。大井川が東側に大きく突き出す形で、馬帝型に湾曲する牛の首という地点を利用しており、50メートルのトンネルを開削しただけで25メートルの落差を得ている。発電所出力は1400キロワット。 ボービング製フランシス水車並びに芝浦製作所製7 0 0ット3照交流発電機、各2台を備える。運転開始当初から洪水被害に悩まされる発電所であり、1912年9月12月の2度に渡り発電停止を余儀なくされた。1915年3月より移転工事が着手され、翌1916年4月より送電を再開する。 移転により発電所位置は若干下流となった。だが移転後も1917年7月豪雨で園庭が欠損。その復旧後の1919 19年9月にも豪雨被害で園庭が再度破損した。早川電力合併後は東京電力、東京電灯と引き継がれて運転が続けられるが、大井川ダム、大井川発電所建設により発電不能となることから開発にあたる。 大井川電力へと遺憾の上で1937年1月に廃止された日英水電2番目の水力発電所は共江川発電所という愛知県東鴨郡森岡村大座四つ松に位置する1914年2月水利権取得1915年5月寄港と進み1916年2月に運転を開始した矢作川 主流ともえ川から取水する発電所で、下流側に名古屋伝統ともえ川発電所の取水口が位置する。発電所出力は1500キロワット。ボービング製、フランシス水車と芝浦製作所製産省、交流発電機を各一台備え、送電線は、浜松近郊の野口変電所に至る渡る町、約66キロメートルの33。 キロボルト送電線が接続した。ともえ川発電所は、東京電灯や、中部配電を経て、中部電力が継承。日栄水電時代からの発電所建屋や水車、発電機は1988年の改修まで、使用された。日栄水、電3カ所目かつ、最後の水力発電所が、白らせ発電所である。所在地は、東鴨郡松平村大和白らせ。 1919年着工、早川電力との合併手続き中の、翌1920年1月15日に竣工し、26日より送電を開始した。ともえ川発電所と同じく、矢萩川、支流ともえ川にある発電所で、ともえ川の発電所群では最下流にあたる。発電所出力は1 1 1 9ット。電量車製フロンタル型フランシス水車及び、 芝浦製作所製三小交流発電機を各一台備える。ともえ川発電所との間の約 8km に 33kV 送電線をつないでおり、発生電力は浜松方面へと送電された。ともえ川発電所と同様に東京電力以後は東京電灯・中部配電を経て中部電力が継承。日栄水電時代からの発電所建てや水車。 発電機は1982年の改修まで使用された。小山発電所完成後の1914年段階で火力発電所は浜松第一発電所、浜松第二発電所、浜松第三発電所、島田発電所、木川発電所の5カ所が存在した。このうち浜松第三発電所だけが早川電力時代以降も運転されている。 1919年12月末時点における日英水田の供給区域は以下の通り、いずれも静岡県内である。小山発電所が建設された灰原区城川根村では、発生電力がすべて都市部に送電されたため、発電所が完成してもすぐには、配電がなされなかった。村内に電灯が取り付けられた時期は、詳細な資料がなく、不詳だが、 上川根村と日英水田が1916年5月30日付で、川下、転倒契約が残る。大井川を挟んで対岸の志田郡東川根村も上、川根村と同時期に転倒されたとみられる。一方、両村の南側にあたる灰原郡中川根村、志田郡徳山村並びに、灰原郡下川根村は、廃田が、さらに遅く、 供給区域への追加申請がなされたのは早川、電力合併後の1920年3月のことであった。他事業者の競り願いとなり、供給区域追加の認可が遅れ、さらに村との工事に関する合意が遅れたことから、転倒は1924年2月からとなった。日栄水電取締役、中村円一郎1911年2月の日栄水電設立に際し、以下の8名が、 役員に選出された。会社設立後には以下の3名が役員に追加されている。1920年の早川電力合併時における役員は取締役が川山、園田、久野、中村、高林、添島の6名、監査役が前田のみ1名であった。このうち中村、前田の2名が1920年3月の早川電力総会にて、 同社取締役及び監査役にそれぞれ選出されている。また、取締役の内区の添島の2名は1918年6月の設立時から早川電力取締役であった。ありがとうございます。